中野さんそれ食べたらありがとうございます。もう中にいっぱい母の家にもらってきたんだよ。で母の家に子供たちから子供たち最強くない？これ島にいないでしょ？いないですよね。あの気が向いたら送ってくるけどうちのばあさんも同じこと言ってますの俺たちはくんち指が凝ってました本当あのでも分かっちゃう朝寝たんすって言ってこいつが代わりちもりはなったんすね山とか山とかなったんってのがもんか世の中母のしか電話もんかやるとかって怒ってましたそう思うよね母親としてはねあの僕なんかもう別に何も持ってきません。顔だけ出して焼酎飲んで帰ってくるそうですよねお母さんにね顔だけ見せればね。そうです僕も伊勢と顎にいるので両方でご飯を食べてちょっとずつもう一杯はいらんからなんかどっちがお祝いしに行ったかわからないですいつもけどまあその方がいいかもわからないよ。そうです、うん、こいつはまだ世話かけがてぐらいのがそうなんです。それぐらいがちょうどいいですもう子供たちはね、おそらく都会におると、もうそれどころでないと思うよね。というかね、子供のことやら、そういうことで。一応、そのネットでほら出るんですけども、ないと思いますよ、そういうものが。自分たちの生活の中に。あ、テレビでやってたりとか、インターネット上ではなんかそうやって騒いでますけど、生活の中にないので、ないかもないと思いますね。まあ、だんだんそういったところが消えてくるね。そう、なくなるでしょうね。ないようなのが、出てきたりしてね。日本でないようなのアメリカでそうです。だからほら何だっけ11月のこの、そうそうそうハロウィンハロウィンそうあんなのなんかなかったじゃないですか。 でもね僕いつも思うんですけどもハロウィンは仮装してお菓子をもらったりとかするじゃないですか、あれってね、持ちたぼるじゃないですか。そうね、そうなんですよ、僕もそう思いやすい、そう今思えば今というか僕はねあなんだよと、あの僕はね顎に小さい時に小学校中学校高校まで高校大人になってからもしたかな、あの、なんていうんですかね仮装をして、例えば風呂敷をかぶってほっかむりして、女の人の服着てでこうして行くんですよ。こうして家に回って踊りお菓子もらってってそれを分けるんですみんなで。あれって今ハロウィンだなんだかんだって騒いでますけど、結局あれハロウィンですよ、そう収穫祭ですもんね、結局は。だから世界にそういうのがあって、実はわざわざハロウィンなんかしなくても島を持ちたぼれもあのやっぱりね米ですよ米。そこにつなげた方がいいよ米。あそう米をねやっぱりどっかで作って、やっぱきちっと米の文化残さないと米がだから結局やってることは米文化なんて全部戻ってるんです。そう思います。だからあれが今金子はやってるね。米作って子供会で。世田谷もやってますね。飯田先生が、飯田先生が金子って世田谷ね、世田谷ね、で、あとは金子小学校ね、前野がやってる。前野集落は前野は中見先生だ、あれなんかが中心になって文化協会、中見先生ケドクも知ってるんじゃなかった。ケドクはね、どうだろう。ケドクは去年にしたかな、しとったんじゃなかったかな。前はね、テテがしてるもんでしたけどね、今年まで吹かしてたみたいなこと。あ、そうですか、テテがね、テテ、僕何回か見に行ったことありますけど、もう最後だっていう年があって、今年は確かやってた。あ、よかったですね、あれ、丸野さんのネットじゃなかった。いや、僕出してないです。出してない、僕見に行ってないですね。あ、新聞で見たんだな。新聞ですね、テテはね。でもああいうのやっぱりね、あの米がなくなって、なんかそう小学校もだんだん統廃合というかっていう話になってくると、で村はなくなりますよ。ああそうよね、なくなります、確実になくなる、小学校学校があってのね村ですから。だからあのまあここら辺、まあ最近そうなってるけど、もう以前からなってるのは瀬戸内町はもうそうなわけよね。腰にしろ、はい、腰っていう中野律樹があの通っとったのよね、小宮から、学校がなくなるんでということで、
で、学校がなくなるからって通ってたんですか。そうそうそう、リッキーは、うん、腰の方にね。うわ、結構遠いんですか。遠いよ、30分、1時間近くかかるんじゃない。車で送り迎えだ。 お父さんが、うん、毎日送り迎え。そうそう、で雇って、で維持しとったんだけども、もうその後が続かないからね、はいはい、子供が。あ、で結局は休校になった。彼女が最後ぐらいだったんですか。そうそう、あ、だからその頃からもう統廃合の話がもうあそこは出とったんだけど、結局その統廃合にはならなかったのよ、うん、で篠川と久慈はもう別々に学校、はいはい、そのまま維持してるんだけど。今でも維持してるんですか。維持してる。あ、すごいね。だけどもうだんだん久慈の向こうの方は、小庭から遠いところはこれだんだん人口がね、うん、小庭市街地の方に流れていくんで、人が、若い人たちが、うん、はいはい、こっちの過密と一緒で、はいはい、でもこの先はだんだん難しい。そうですよ、ね、状況、うん、だま、徳之島もつい最近ね、もうつい最近、留学制度とかやっておるけど、はいはいはい、いや、そういうのじゃなかなかすぐは増えないですよね。でも、うん、テテとかはね、それでとりあえず頑張ってはいるので。そこはもう、どうなんだろうな。テテはもうそれがなくなったら今度は難しいんじゃないですか。いや、もうテテはもう、テテはそれがなくなるも何も、もちろんその今支えてる地域おこし協力隊とかいるんですけども、うん、あそこはその受け入れをしてた人たちが、ほら、おじいちゃんおばあちゃんが受け入れをしてるんですよね、うんうん、自分の前はその当時は子供がいて、うん、プラス人の子を2人ぐらい預かっていいよっていうことだったわけ、はいはい、だんだんその人たちも自分の子供が巣立っていったら、うん、まあ、いくつだろうな、60ぐらい代ぐらいまでいいんでしょうけど、もうほらみんな年取ってしまって、うん、みんな受け入れられないと。もう60代の人も少ないんじゃない。60代も少ないでしょうね、うん、だって60代で独身だったら、だそんなふるさと留学生を抱えるわけや。そうです、そうです。そうだから、いや、もう夫婦でいてね、お母さんがいてでないと多分無理だし、いや大変だ。